い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれよね、ベースラボに戻ろう。あ、あったあった。はい、行きます。あれは地下1階？あ、そっかそっか、新しく3番、3階のボタン、これでまた行ける場所が増えた。ルイージ君、どうやらこれで3階にも行けるようになったようじゃな。じゃがその前に、まずはわしのカバンをベースラボまで持って帰ってきておくれよ。オッケー。今おるの5階か。1階にも行ってないもんね、まだ。え、1階って？あれか。ロビーがあったとこか。あったあった。よくぞ無事に戻ってきた、ルイージ君。さあ、カバンをこっちによこすんじゃ。はい、どうぞ。あ、こんな感じやったんや。フェフェ、これじゃよ、これこれ。今こそこいつを実戦投入する時が来たのじゃ。わしももう年で自分でお化けを捕まえられんからの。代わりにと思って助っ人を開発したのじゃよ。助っ人を開発？ロボット的な？どれどれ。またそれ新しく取り付けるやつかな。これぞ天才、おやまーの最新の発明品。その名もグーイージくんじゃ。グーイージ。こいつはなかなか開発に苦労したぞい。試作品を誰かに動作テストしてもらったりもしたの。これんどこが助っ人なのかじゃと。まあそう焦るじゃないわい。これルイージくんよ。お化け読みにセットするから、ちょっと後ろを向くんじゃ。後ろ。あ、でもやっぱりセットする。そこに。なんか流し込まれたよ。お化け入らんなったやのに。よし、これでセット完了じゃ。それではルイージくん、まずは訓練と行くぞい。一旦表に出るんじゃ。なになになに、雑だな、扱いが。おり。え、なに？え、閉じ込められたんですけど。何よ。わしの罠にはまったな、ルイージくんよ。というのは冗談じゃが、オリーが閉じ込めさせてもらったぞ。ルイージくん、早速じゃが、グーイージくんを使って、そこからなんとか脱出してみせるのじゃ。グーイージくんは、え、R 押し込み？で、出現させることができるぞい。消したい敵は2回続けて R 押し込むばよいぞ。ふんふん。わあ、すごい分身。じゃじゃーん、見よ。これが君の助っ人となるグーイージくんじゃ。グーイージくんは鉄格子や追光なんかの細い隙間をくぐり抜けることができるんじゃよ。体がとても柔らかい材質でできているからじゃ。ほれ、早速試してみるんじゃ。なんかルイージ寝てない？おお。え、なに、意識もこっちに持ってかれてるの？うん、その要領じゃ。基本操作はルイージくんと一緒じゃからな。そうそう。R を1回押し込むごとに2人の操作を切り替えられるから覚えておくんじゃぞ。ああ、なるほど。じゃ、これで、なに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 ？溶けた溶けた。実はグーイージ君にも弱点があってな。水に濡れると溶けて消えてしまうんじゃ。気をつけるんじゃぞ。で、消えた途端にルイージがハッてなったんやけど、やっぱり意識持ってかれてる？で、もう1回。てか、どこに水があるの見えないんだけど。水？笑うな笑うなよ、おい。ってことはどこから行けばいいの？こっちから回るってことか。はい、ゲタ。え、なに、ここにも水あるの？なんだよ、おいなんだよ、おい。え、ちょっと吸い込まれる、吸い込まれる。え、ということはだよ。え、この辺のさ、間違えた。水を吸い込むことはできんやろ？できんよね。ってことは避けていくしかないということか。これでどうすればいいんすか。
これでさ、この辺で、こう、そこにひっつけたいんだけど、ひっつかないのか。勘の悪いアユナ、いろいろと試した結果。あ、これで回るんや。何も悩む必要はなかったようだ。ある押し込むごとに二人に操作が切り替えられることは説明した通りじゃが、吸い込んだり引っ張ったりと何かアクションを続けたままの状態でも操作を切り替えられるぞ。そうなんや。めっちゃ楽やん。ほう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 。じゃあこの状態で切り替え。ああ、脱出。ペッペッペッ。お見事じゃ、ルイージ君。どうやら安心してグイージ君を任せられそうじゃな。よし、それではクーリはひとまずおしまいじゃ。一旦ベースラボに戻るとするぞ。ルイージ君、なかなかの腕前じゃったな。そんな君にここで一つ知らせたいことがあるぞい。実はこのベースラボのセンサーが奇妙な建物の存在を感知してな。調べてみたところ、このホテルのすぐ近くに驚々しいタワーがあることが分かったんじゃ。別ステージですか。ルイージ君、仲間探しに必死なのはわかるが、たまには気分転換にタワーに行ってみてはどうじゃ。気分転換って何？捕まえがいのあるバッグがゆうゆういそうじゃろ。腕試しには持ってこいじゃ。なんかあれか。まあ、要はプラス要素ってことかな。タワーやベースラボから、ベースラボからいつでもアクセスできるようにしておいでよってやったからの。あ、やっぱそういうことやんね。マルチプレイにテラータワーを選べば乗船ができるぞい。よろしくな。そうそう、気分転換といえばもう一つ、プレイランドで息抜きをするのもおすすめだぞ。友達とミニゲームに対戦することができるぞい。最大8人まで参加できるからな。ペッペッペッ。さて、何の話をしておったかの。そうじゃ、新しいフロアへ行けるんじゃったな。よし、では早速エレベーターに乗り込んで、お次は3階へと向かうんじゃ。次は3階ちゃんと言ってくれるからいいね。ご都合主義である。君のその顔が怖いよ。はい、行くよ行くよ、早く歩いてよ。何ここ、ちょっと何かよくわく、なんかここだけ明かりがついとるね。ここはトイレ。あれ開かないの開かない。あ、何、女子トイレの方は入れんって。なるほど、男子トイレだけ。これなんやろ、なんでもないんかな。開かない。開かないよ、どうし、ん、なんかここめっちゃ明かりが、なんなんだ。おお、なぜお金が出てきたのかはわからないけれど、この辺なんか、よいしょ。お、開いた開いた開いたけど、これは一体何開いたけど、これは何なの。あ、もしかしてあれじゃない、グーイージが入れるところ。よいしょ。あー、めっちゃ水超水。いや、お金もいいんだけど、お金もいいんだけど、これは一体どうすればよろしいのかしら。うーむ、何もできねえ。だって水に濡れたらあれやろ、終わりやろ。ダメや。何かしらアイテムを渡さなければいけないとか。あ、戸が開けれる、これで。何これ、気持ち悪い。なんか水流れたよ蓋開けたら水流れたよ。
え、てかそのそれは、え、なんか破壊された人形みたいなのなくなったんやけど、こっちは、あ、鍵、マジで女子トイレ全然関係ねえやん。びっくりするぐらい関係ないやん。まあじゃあ行きますか、普通に。あんだけ悩んで何も関係ないとかあります？はい、進んでいこう。ゴーゴーゴー。あ、違う違う違う。回転扉や。めっちゃ回転する。なに、警備員か何か、めっちゃ屈強そうな警備員やね。なに、ビビってるの。ビビらせる側って感じがするけど、おお。自販機めっちゃ震えよるやん、やば。おい。見た目に反して可愛いな。お、鍵落としてったよ。ちょ、警備員さんちゃんとして。それ大丈夫なんすか。よいしょよいしょよいしょ。拾っていいのあれ。拾っていいなら全然拾えますけど。やったー、ゲットー。なんか今までの鍵と違うね。で、ここに入ってった？この部屋の鍵？え、違う。違うっぽい。あー、あれが形ってこと？鍵の。ことは今ここには入れない。ということだ。あ、さっきの警備員。あー、2階のボタン。マジか。ここクイージ入っていけるんやな。入れんのかーい。入れんのかーい。ちょ、待って、鍵ちゃんと持っていっとこう。ん？何？そこスペードよ。あ、こっちやん、ダイヤ。ほらほら、ダイヤダイヤ。あ、これに差し込めるってことやない？ほら、正解。これ何？レジ？あ、ハートの鍵来た、今度。この子人間じゃないから。え、待って、持っていかないで。え、待てよ、おい。ひひひひひひ。待てって。待てって。よっ、はい、せい。おお、2匹同時。くっ。よっ、ほ。お、いいんじゃない？やったね。このお金は一体、どこで役に立つのか。お、はい、ハートの鍵ゲット。ことで次は順を追ってハートに行くわけだ。はい、ここに、グイージ入ってく。なんか手が置いてある。これや。はい。こうやって順番にいろいろ開けていくわけやね。はい、来た、スペード。
なんだ次は。え、どこ行った？え、ね、ね、え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 ？あ、この中に行ったってこと？やば。やばくない？ちょっと。なんか現れたけど。泥棒だぞーって言われた。やばい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 。ちょちょ、なんかちっこーお前ら。めっちゃちっこいやん君ら。どうした？イエーイ。は。よっ。もう一気に。一気にお化け退治もクリアしてしまった。そんなミニサイズの子たちがおるんやね。そして素晴らしき。すげえ。やったー。あのなんか金庫みたいなところにも。ね、この中にもある。やった、助かる。なお、お金の使い道は分かってない。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。